り切り子犬力士のリリー。また仕事辞めたのか。いつも自分の能力と仕事がミスマッチなんだよね。なるほどね。あ、もう行かなきゃ。お兄ちゃん、どこ行くの？仕事だよ、仕事。はい、うちの鍵とクレジットカード。仕事辞めたら生活できないだろう。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。とりあえず寝るか。ちょ、リリーちゃん、お兄さんに甘えて今日からニート生活に入る気じゃないでしょうね。それいいかも。ダメだよリリーちゃん。あ、もうこんな時間だ。テレビでも見るか。さあ今日の大一番、子犬の生みの登場です。お兄ちゃん、横綱昇格がかかったまさに大一番。これに勝てば子犬力士としては初の横綱となります。やっとここまで来たぜ。これに負けたら全部無駄になる。理事長、なぜ人間じゃない僕を合格させてくれたんですか？力士になりたい気持ちに人間も子犬もない。理事長、ありがとうございます。ただこの世界は甘くないぞ。土俵の上では人間も子犬もないからな。絶対に勝つ。さあ待ったなし、子犬の海は勝てば横綱。新たな。え、リリーちゃん見ないの？ウケるウケる。リリーちゃん、これでいいの？ウケるウケる。